皆さん、こんにちは。井川直弼です。今日は、ちょっと、今日もまあ、名簿チックなことをするんですが、すごいね、自分なりの発見がありまして、まあ、皆さんにね、情報共有をできればいいかなというふうに思います。過去のね、井川直弼を脱皮できる瞬間というのをね、ちょっとね、お見せしたいなというふうに思います。ちょっとね、入力していきます。ここ A の、まあ、0001にして、名前を、井川は直弼にして、住所を、まあ、札幌にします。で、電話番号を、まあ、080みたいな感じで部門を、営業としまして、まあ、私の、趣味は何っていうと、まあ、競馬。特技、格闘技としましょうか。格闘技として、これでレコードの保存をします。こんな感じでね、ひょいと。そうすると、まあとえーとまあ、一発目のところはちょっとこれ入ってないんですけど、特になしっていうのが趣味と、特技の方に入るように、設定をしてます。まあ、会社でね、とかでなんですけど、ちょっとここは私の持論を述べたいんですけど、データベースっていうのは必ず、そこに値が空欄であったにしても、後々のことを考えると何か絶対に入れた方がいいですね。まあ、趣味と特技に関して、特になしっていう方も問題だと思いますね。社員のデータベースを作るのに、特になしっていうのはね、それはちょっとね、ありえない。一社員としてね、ありえないです。僕は思うんです。でも、特になしっていうのを、ここに空欄をするんだったら、なぜ空欄がいけないかというとですね、入力漏れなのか、それとも本当にないのかというのがまずわからない。で、空欄にした場合に、後でデータを抽出する場合に、そこが、ヌルなのか、それとも本当に空なのかっていうのも、後々データベースを引っ張ってくる際にすっげえめんどくさいんですよ。すんげえめんどくさいの。だから、基本データベースっていうのは絶対に何か入れるべきだと僕は思いますね。特になしなら特になし全然構わないので、それはそれでデータベースにちゃんと反映されるのでね。空欄とか、あと数値型に設定をした時に、無意味なゼロ、こういうのも絶対にやめた方がいいです。私の経験論から言いますとね。で、趣味とか特技とかっていうのは、これ、いろんな方法があるんですけど、ちょっと一回これ、バツにしましょうかね。いろんな方法がありまして、例えば、ここの、ところに、確か規定値とかっていうのがありまして、ここに、特になしとかって入れておけば、面倒くさいことをする必要はないんですよ。ただ、今回僕が何を感動したかと言いますとですね、ここの仕掛けを皆さんにちょっとご紹介をしたいと思うんですが、ここの仕掛けね、イベントで、はい、ドンと。これちょっと見ていただきたいんですけど、これね、どういうふうにしてるかというと、まあ、コードを上から説明していきますと、オンエラー、ゴートゥーマイエラーということで、もしレコードの保存に関して何かエラーがあったら、こっちまで飛んでってねっていうふうに、まず書いてます。そして、ここは、入れたレコードを保存し、新しいレコードへ移動っていうふうに書いてるんですけど、この一括処理っていうのは、一回皆さんに、これ古いサンプルファイル、確かナンバー47だったと思うんですが、こんなの、ありましたよね。シートへ転記っていうふうにして、スポンっていうふうに、ちょっとこうやって入るっていうふうにね。で、この時のマクロってどういうふうに僕書いたかと言いますと、ここ。こうね、ループで回したんですよ、ループで。
1から66までのコントロールボックスに関して、テキストボックス1だったら、まあ、ここがループするので1、2、3、4、5、6っていうふうに回るんだよっていうことを皆さんにご紹介をしたというふうに思います。ところがですよ。これ例えば、ちょっと、コメント化にします。まあ、テキストボックス1っていう風になってるから、ループで回して Excel でやるんだったら、ここは数字じゃなきゃダメなんだなと。だからテキストボックスも必ず、テキストボックスって1個、設定して、そしてまた設定し直すと、この番号飛んじゃうので、結構面倒いなっていう風に思ったんですけど、ケツの部分が数字でなければできないんだなっていうような感じで思ってたんですよ。ところが、このコードに巡り合って、何がすごかったかと言いますと、ここ、ワイルドカードを使ってるんですよ。ちょっと、一括処理するコードっていうところで、コメント書いてるんですけど、dim、my control as control と、for each my control in me の controls っていうふうに、まずしてます。で、次が素晴らしいですね。if、my controls と name の like text asterisk で、ここで、ワイルドカードを使ってるんですね。ワイルドカードを使って、そして、my control、.value イコール特になし、end if というふうにしてます。この素晴らしさ、皆さん、わかりますか？つまりですね、ここの、これ見えますかね、ここね、それから特技もこれ、つまり、コントロール、このフィールドの名前のところに、テキストっていうふうにつけたものに関しては、こういう処理をしろっていうことで、これ、一括処理できるようになってるんですよ。すごくないですか？ああ、こういう使い方があるんだなって。だから、プログラムって、コードっていうのは、こんなことは絶対に基本書とかに、基本書とかネットとかで拾ってこようと思っても、すげえ時間かかります。ちなみに、ワイルドカードコントロールでやったらあんまり引っかかんなかったような気がしますね。で、これはこういう理屈なんだっていうことが分かりました。すげえな。やっぱり発想なんですよね。コードっていうのは。で、これをやった瞬間に、私はどういうふうに考えたかって言いますと、これ過去の、ブログなんですが、これ皆さんに、お詫びをしなければならないんですが、データベースの最大の敵を攻略せよということで、入力漏れ防止というところで私はこの記事を書いています。で、動画は見直してないんですけど、要は入力防止をしたかったら、こういうふうに書きなさいと、もしメーカーが空白またはヌルであったならば、メッセージボックスにメーカー空欄と表示させる。で、処理をキャンセルする。で、非公文から抜けるっていう風にしてます。で、僕、動画の中で、じゃあ、この、入力漏れを防止したい場合には、20個分の、もし入力漏れをさせたくないフィールドがあるんだったら、20個分のこの文を書かなければなりませんという風に僕は言い切ったんですよ。書かなければなりませんと。ね、でも、勉強していくうちになんですけど、そんなバカなと。ね、そんなバカなっていうふうには思ってたんですが、やる方法が思いつかなかったわけです。そして、今回ね、今回、これをやってて、ああ、こういうことができるんだ、ああ、よかった、よかったっていうふうになった場合に、ちょっと待てよと。もしかしたらこれを使ったら一緒の処理ができるんじゃないかっていうふうに思ったんですよ。で、自分で早速やってみました。例えば、まあ、社員 ID をね、忘れる人っていうのは多分いないと思うので、A の、また、例えば2222としましょう。それで、これでレコードで保存っていうふうにすると、入力必須項目に入力漏れがありますというふうに出てきます。それはそうですよね。で、名前。以下は名を、ここにしましょうか。はい。で、住所、北海道、ちょっと、ここで保存をすると、入力漏れがありますので、住所も入力漏れ対象になっているので、北海道、
北海道になっちゃう。北、どう北海道ね。はい。で、ここで保存しようとすると、まだ必須項目がありますと。で、電話番号、まあ、080。はい。これで、入力漏れがありますと。で、部門、営業。営業。ね。で、ここは必須項目にはなっていないので、これで保存すると、このように、まあ、保存されるということになります。で、これ、どういうコードになっているのかというとですね、はい、こんなコードになってます。はい、ドーンと。あ、違う、これはコピーでした。すいません、失礼しました。こっちの方ですね。はい、こんな感じに なってます。たとえこれが100個あろうが、入力漏れのフィールドが100個あろうが200個あろうが、全部これで処理できます。で、やったことは簡単なんですよ。ビフォーアップデートなので、フォームの更新前処理のところにこのコード、わずか10行足らずのコードを仕込みます。コメントはつけてませんが、考え方は一緒。コントロールのアンダースコアの2というものを今度はちょっと分かりやすく設定してみました。で、for each でマイコントロールのアンダースコアを、このアンダースコア2を me の、つまりその入力漏れを防止したいホームのコントロールの中から探してねと。何を探すのかというと、もしマイコントロール2、アンダースコア2のネームに、これは非って入れてます、必須項目の非ですね、にアスタリスクをつけて、非がもし含んでいたら、で、ここは二重判定になります。そして if is null、マイコントロールアンダースコア2のドットバリュー が空欄だったら、つまり、何回も申し上げますが、フィールドに非が含んでいて、HI が含んでいて、かつ、その、HI が含んでいるフィールドが空だったら、メッセージボックスに必須項、入力必須項目に入力漏れがありますというメッセージを出して、処理を終わって、if 構文から抜けると。で、if でやってるので、if があるので、end if が2つ、ありますよね。エンドイフ、エンドイフ。で、for each を使ってるので、これループするので、next で閉じてやるっていうことですよね。はい。で、これを自分で、ああ、こうやれば多分できるんだろうなっていうふうにしたらできたんですよ。ただ、このメッセージボックスにね、このメーカーが空欄でですとか、名前が空欄ですとかっていう、ここに対応したものはないですけど、まあ、入力必須項目に漏れがありますでもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたし、おそらくなんですけど、ここになんか仕掛けをすれば、ここのフィールドが空欄だよんとかっていうふうにはできるとは思うんですが、まあまあまあ、ちょっとそこまでは考えてる時間はなかったので。ということとですね。ということは、このワイルドカードっていうのは、Excel でも利用することができるので、コントロールでね、forNext で数字の部分だけをループするという考え方ではなくて、目印となる何かフラグさえ立てておけば、こういった処理ができるんだなっていうことを分かったことが、僕は、3日前、ね、もうすっげえ嬉しかったんですよね。うん。だって大変だったんですもん。このね、頭が悪いというか、ただ知らないだけで、このコードを20個とか30個とかって書いたら、大体、私の、会社ではですね、処理する項目ってのは大体100ぐらいあるんですよ。で、100のうち、まあ、どうでもいいもんはないですけど、絶対に入れなきゃなんないっていうのはやっぱり80ぐらいあるんですよ。80あるったら、これを80個ね、ここからここまで80個書かなきゃならないったら、めちゃくちゃ嫌じゃないですか。だけど、その一括処理ね、そのワイルドカードを使えるって、その知識の派生から、これを見つけることができたっていうのが、すごい嬉しかったなっていうふうに思います。皆さんも一応 VBA を勉強されてる方っていうのは、何かしらのですね、基本書を持っていると思うんですよね。で、私の
私に関して即してもし言うならばですよ、本は買ったけど本の知識は使えねえっていうふうに思って本を捨てたんで、捨てたっていうか、まあ、家にはありますけど見なくなりました。でネットで調べよう、どこかで聞いてみよう、まあ、例えば中袋とか教えてくるとかですね、あこっちの方が全然、解説もつけてくれる人もいるし分かりやすいなとかっていうふうに思います。で、競馬のそう、ね、競馬の、ね、予想支援ツールを作り上げたんですが、今改めてやってることって、まあ、温故知新ではないですけど古きを温め新しきを知るではないですが、ちょっとね、あの家に眠っている VBA の本とかって見直してみてください。そうしたら、あこういう理屈だったんだっていうのが必ず分かる書籍があると思います。あのその時に分からないにしても今読み返せば分かる知識っていうのは絶対にあると思うんですよね。あの統計もそうなんですけど、今僕が統計やったったって視聴回数って150ぐらいしかいかないんですよ。150ぐらいしかいかないです。ただ今あの自分の中での企画としては、あんなのでどっちのラーメン屋がうまいかなんてそんなことはどうでもいいんですよ。自分の好きな方に行けばいいんですからね。あの日常生活においては、日常生活においてはですよ、うん、ただあのなぜあれをやってるかと言いますと、統計に興味を持った人にあの見ていただきたいなというふうに思ってるんですね。でああいうなんかあの簡単な動画をやってて、で過去に統計の本を買ったらあの分からなかったけど、なんかこの動画見たらちょっと分かったなっていうような人のためだけにやってるんですよ。うん、万人に見てもらおうなんて全く思ってないし、であの他にね統計の動画も僕最近よく見てるんですけど、あのその人がね言ってました。統計のね独学がねなぜ難しいかというと、データがないんですよ。ないでしょ。あの前回やったあの住所録を作るのだって、せいぜい皆さんの親戚がいるっつったってせいぜいが100人ぐらいですよ。100人ぐらいでデータで、あの統計学をやったからって全く面白くないんですね。この VBA でもや VBA のことでもやりましたけど、基本書があったら大体ついてくるのって身長か住所録でしょう、ね、皆さんがやってるのって生のデータなんですよ。生のデータ、その生のデータをどうやってあの自分で取得するかっていうことが難しくて、その生のデータっていうのは私の周りではあの残念ながら競馬のデータしかなかったっていうことなんですね。だから競馬ネタをやってますけど、私実際に自分で馬券買ってるわけではないし、うん、将棋の沙汰でないじゃないですか、そんなもん。ね、ああそんなさ、あの1万円も2万円もね、この組み合わせにやるっていうような、ね、ことは僕は将棋の沙汰じゃないと思ってるし、世の中にはね、30万円とか40万円とかで普通に競馬の必勝法みたいなものが普通に売られています。で、買うのは全然僕はもう自分のね、お金である、あのする分には全然いいですけど、それを買ったからといって、競馬では絶対勝てないんですよ。勝てるわけがないんです。でも実際に食ってる人はいるんです。ね、競馬人口の中で約 2% ぐらいは競馬でご飯を食べてる人がいるっていうふうに聞くと、どうしてもその壁にチャレンジしたくなるじゃないですか。チャレンジしてどっかかしらに必勝法があるんじゃないかっていうことをやってるんですね。でそれは人間の力では絶対に無理なんです、ね、パソコンっていうあのツールを使わないと絶対無理なんで、そのパソコンを使って統計学なり、この VBA なり、ね、いろんなものを使って、あこれが一番来る確率が高いなというふうに、あの一切の感情にとらわれないでお金をかけて、それが1万円かけて1万1000円に戻ってくれば僕は全然いいなというふうに思ってるんですね、うん、だって皆さん絶対道端に1000円落ちたら拾うでしょ、うん、1000円の金にそんなことをやりたくないとかっていう人も確かにいるかもしれませんけど、道端に1000円落ちたら絶対人間拾いますから、猫ババするかどうかは別ですけどね、拾います、必ず拾います、うん、でその利益を出していきたいなというふうに僕は思ってます。だから僕もたまあの馬券を買うときっていうのは正気の沙汰じゃないんですよ。100円買うにしても100円使うんだったら、ね、それジュース飲んだ方が絶対にいいに決まってますから、うん、当たるとは限らないんでね。でも100円持ってて店に行くか絶対ジュースは手に入るんでね。まあまあまあっていうことなんです。で、ね、こういった、皆さんがアクセスとか VBA とかをやっていく中でなんですけど、こっちのコードが分かったら、こっちのコードが分かったら、どっかとつながるところがあるかもしれないというふうに思ってください。そして、ですね、ここ、このレコードを保存するときに、オンエラー、ゴートゥーマイエラーって、
これなんで入ってるか分かりますかね。なんで入ってるか分かります？分からないでしょ。で、これね、ちょっとね、削除しますね。ここだけでいいか。よいしょ。で、ここも削除します。はい。で、これで、じゃあ、実際に、こういうふうにして、例えば、A の00002というふうにして、レコードの保存というふうにしまった入力必須項目に誤りがます。ここまではいいんですよ。でも、この状態でレコードを保存しようとすると、このカレントのレコードがありませんで、デバッグってここに戻ってくるんですよ。うん。で、これを避けるために、さっきの、よいしょ、A の0004っていうふうにして、これを避けるために誤音エラーが入っていると、そのまま入力が続けれるっていうことでですね、あのレコードの保存の時に何かしらのエラーが出てくるような場合っていうのは、さっきの、音エラーの Go to うんたらかんたらっていうのを書いておいた方がいいというふうに私は思います。はい。今日はこんな感じで、終わりましたけど、まあ、ワイルドカードっていうのはね、文字の抽出とかではなくて、いろんなものに使えるんですっていうことですね。ちょっとさっきの、お見せしなかったんですが、社員 ID はいいな。はい、ここにH という名前がついてて、ここも住所も HI ね、電話番号も HI、部門も HI というふうにして、このフラグを立てることによって、一括処理ができるんだっていうことになりました。で、これを知った上で、アクセスっていうのは、ますます便利な機能が、便利な機能というかね、人間のちょっとスパイスを加えるだけですごい便利になるんだなっていうことが分かった次第でございます。はい。フォームでね、何かしらの細工をしたいっていう方に関しては、絶対にこの技は役立つと思うので、ぜひぜひ皆さんのメモ帳等に控えていただければいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。それでは今日はこの辺で失礼します。またね、ちょっと2回アクセス続いたので、統計やっていきたいなというふうに思います。で、Excel にはね、分析ツールってのがついてまして、そっちの方もね、今度ね、合わせてね、紹介をしていきたいなというふうに思います。皆さんが蓄積したデータをどのように分析して、その分析が本当に正しいのかどうかっていうことって、めちゃくちゃ僕は大事なスキルだというふうに思ってます。何回も言いますが、視聴回数なんかもう関係ないんで、自分のやりたいことをやって、まあ、1万2000人登録者がいますけど、その1万2000人分の1でもいいです。その人のたった1人のために役立つような動画を、できればいいなというふうに思ってますので、これからも頑張っていきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。はい、では今日この辺で失礼します。さよなら。